メズ窓が、学名サイリス牛タタは、窓がかに分類されるがの一種。エトロフ島から九州まで分布する日本の固有種。俗名、サイリスはギリシア語のシータローアルファーからで、羽の中室にある半透明の白色藩を窓に見立てたもの。和名の窓がも同様。種称名を牛タタは、ラテン語の牛タタ。本種を命名記載したバトラーは、 当初入手したのは1個体のみで、その反紋などの特徴が種としての特徴なのか、たまたま変わった個体なのかの判断がつかなかったが、追加標本を得て、その特徴が種として安定した通常のものであることが判明したと述べている。日本に固有、千島列島南部、北海道本土、本州、四国、九州、津島。平地から山地にかけて多産する。 成中、体長12から18ミリメートルほどの小型のがで、メスはオスよりやや大きい傾向がある。オスの触角は片側のみがクシ手葉状になる片串状。メスの触角は繊毛状。オスの副端は細く伸び、メスの副端は鈍く丸い。羽表面のジーは黒っぽく光沢のある黒褐色、あるいは銅光沢を伴った暗視褐色と表現される。 全子の中央付近と後子の元半付近とに窓の由来となった半透明の白色藩があり、その周囲に小さい黄色藩を散らす。また前後の羽の外縁のそれぞれ2箇所も白くなっており、全体としてちらちらとした模様となっている。羽の裏面は表面とほぼ同様ながら、黄色藩はやや大きく数も多い。頭部には高褐色の臨粉が多く、胸背部にも 同色の臨噴による三重線がある。下唇髭の第二節は幅広く、第三節は細い。足は黒か四色で桃節、軽節、および複数の節の角節末端は黄色い。腹部背面には細く白い横断線が2本ある。幼虫、体長9ト、mm、ル、幅1 5ト、mm、ルほどの太短い桃虫型。体は、 白色半透明で内部の消化管などが投資される。老熟幼虫は暗褐色。頭部は黒色、頭服は約1 3 5ト、mm、ルで幅と高さはほぼ同じ。全胸背板も光沢のある黒色で、その光炎はやや隆起する。胴体の脂肪の基部のコーヒ皮ー板は黒褐色でやや大きく目立つ。卵、暗褐色で0 7 5ト、mm、ル超の単管状。 食草であるボタンズルの葉裏に一粒ずつ産みつけられる。成虫は年にかで5から6月と7から8月に羽化、もしくは4月から9月の間に出現する。中高生で日中に飛び回って、急密吸水し、花などに来るものがよく観察される。食草はボタンズル。卵は食草の葉裏に一粒ずつ産下される。孵化した幼虫は最初は、 葉の縁に沿った部分を切って巻くが、成長すると1枚もしくは2枚の葉全体を細く巻いて粗く綴り、その中で葉を接触する。幼虫はカメムシ類に似た匂いを出す。幼虫で越冬すると推定されている。T ・フェンデラ、ありがとうございます。